プロ野球ファンの皆さん、こんばんは。北海道日本ハムファイターズ対福岡ソフトバンクホークス、その試合の模様をお伝えしてまいります。解説席には達川光雄さん、宮本和智さん、そして実況は山口不二雄でお送りします。それではどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。そしていつもコメントを届けてくれるのがこの二人。はい、ベンチ裏から選手のコメントや情報を我々2人がお伝えいたします。お楽しみに。はい、今日もよろしくお願いします。さあ、まもなく熱戦の火蓋が切って落とされます。今日のゲームの先発ピッチャー、ダルビッシュ、ホークス打線をどう抑えてくるんでしょうか。本格派と技巧派、2つの素質を高いレベルで持ち合わせる天才右腕、すでにエースの風格漂う若武者ダルビッシュ有。長打を捨て単打で出塁率を高めるスタイルに自己改革、チャンスメイクに徹する切り込み隊長、大村直行。大村、14年目のシーズンとなりました。最初の1球は何か。まずは初球ストレート、ボールにしてきました。さあ、ホークス、果たしてどんな試合になるのでしょうか。さあ、2球目は、さあ、これはいい当たり。この打球は右中間に上がった。いい打球ですよ、これは。ワンバウンドヒット、落ちました。さあ、バッターランナーは一塁を回ります。セカンドが中継、ツーベースヒット。大村、センターへのヒットになりました。卓越した走攻守で球界屈指のショートストップに成長、イチローイズムを学び、さらに進化を続ける鷹のプリンス、川崎宗則。さあ、ホークス、ノーアウトからヒットが出ました。さあ、1投目、あっと、これになった。さあ、セカンドランナーは先制のランナー取って、川崎ファーストゴロに終わりました。さあ、今のプレイもう一度見てみましょう。広角に大きな放物線を描くバッティング、俊足強肩の鉄壁守備、最高峰の外野手へ進化した天才スラッガー田村仁。マウンドは先発ピッチャーダルビッシュ。最初のボールは、最初はボール、ボールカウントノーアウト。3番バッター田村、次のボールはストレートを持ってきました。続けてボールになりました。昨シーズンの成績出ていましたが、2割並ぶ6人のアベレージ、そして打ったホームランの数が8となっています。今度もまっすぐできました。オースリー、先頭バッターにツーベース、その後は内野ゴロに終わらせました。今度もストレートできました。ボールカウント1エンド3。この回はワンアウトになっています。さあ、何を見せるか。いい当たり、これは大きい、伸びている。さあ、ここで先制のランナーが帰って、大きな打球、頭上を越えていきました。三塁ランナーが今ホームイン。中継のショートへタイムリーツーベースヒット。1対0、1点先制します。いきなりスコアボードに点が示されます。今のシーンもう一度見てみましょうか。厳しい内角攻めもいとも簡単に弾き返す脅威の打撃は神がかり的、比類なきコンプリートスラッガー松中信彦。先ほど昨シーズンの成績が出ておりましたが、3割2分4厘のアベレージ、そして本塁打の数が19となっています。初球振りません、バッテリー外してきます。すでに1点を許しています。次の2球目、低めの球、これは外れます。ノーツーです。まだワンアウトです。次が3球目、なっと、勝負はしないようですが、次のバッターの前でランナー増やしたくないですよ。まあ、これ以上塁を埋めてその打席を迎えたくないですよね。はい、バッターの4番松中、次が4球目、インコース決めました。さあ、カウントは1-3です。
松中11回目のシーズンを迎えています。さあ5球目、今度もいい当たり、打球はセカンドへ、抑えた、強い当たりでしたがセカンドゴロです。松中セカンドゴロに終わっています。自らのプロ野球人生を育んだ福岡の地で再びゴーダーを振るう球界屈指の長距離砲、帰ってきたチームリーダー小久保裕紀。昨シーズンの成績ご覧いただけたでしょうか。2割5分6厘のアベル、そして打ったホームランの数が19となっています。最初は高め、ワンストライク。さあバッター小久保、次の2投目振りません、ストライク。さあバッター追い込まれています。さあ次はどうするでしょう。これも鋭い当たり、レフトへ、大きいぞ、大きい、入るか入るか、入ったか、突き刺した、ツーランホームラン、弾力のある一発でした。低い弾道の打球はものすごい弾道でレフトスタンドに入りました。1回の表ホームランが出ています。いきなり優位に進めていきます。今ホームインしました、3対0。そしてチームメイトが出迎えます。2点を追加、初回から点差を開いていきます。さあもう一度見てみましょう。メジャー経験豊富なベテランが日本球界で勝負、激化する外野手争いをパワフルなバッティングで奪い取れ、ブライアン・ブキャナン。バッターの DH ブキャナン。さあ初球、まずはストライク、ボールカウントワンストライク。ホークス3点を追加しています。さあ次のボールは変化球、持ってきました、変化球、変化球ときました。放送席の山口さん、はい、ホークス情報です。はいどうぞ。ホームランの談話を取ってまいりました。打ったのは外のまっすぐ、とにかく思いっきり叩きつけようと思ってましたということでした。山口さんどうぞ。一塁側ベンチでした。まっすぐ持ってきました、147キロです。次が4球目、スリーアウトチェンジ。まあホームランのショックはないみたいですね。はい、ここで三振を奪いました。さあ今のシーンです。1回の表終了、しかしホークス3対0リードを取りました。代わって守りますホークスの先発ピッチャー斉藤和巳。さあどんな投球を見せるのか。負けてはならない試合は絶対に勝つ、常に最高峰を目指し進化を続ける、この男こそ鷹のスーパーエース斉藤和巳。走攻守のスピードとパフォーマンスは身体能力の高さの証、新庄イズムの継承者森本ひちょり。バッターの1番森本、どこから行く。ここは見ていきます、ノーストライクワンボール。森本9度目のシーズンを迎えています。2球目はどう攻める。これはまっすぐ、カウントノーツー。昨シーズンの成績出ていましたが2割8分5厘のアベレージ、そしてホームランの数が9となっています。バッター見送りました。さあワンツーです。1回の裏ファイターズの攻撃、バッティングカウントになった、大きく外れてボールになります。ボールカウント1エンド3。次が5球目、あっと低め、フルカウント2-3。2-3になった。このボールはフォアボールです。今日最初のバッター歩かせました。
天才と称された打撃センスの持ち主は堅守堅打の脇役として開花。打撃に守備に飽くなき開拓者たれ田中健介。田中健介、今年で8回目のシーズンとなりました。第1球はどうか。まずこれは大きく外れました。ここは1球外します。いきなりランナー1塁としています。入れてきました。ボールカウント1エンド1。昨年の数字が出ていましたが、3割飛んで1人のアベレージ、そして打ったホームランの数も7となっています。インコース高めのストライク、カウント2エンド1。次の4球目、強烈な当たり、ライン際の打球はわずかに右、ファウルボールです。カウントはそのまま2エンド1。外外れてボール、2ストライク2ボール。さあどういった、打っていった、打球はライン際、決めるか。一塁線、これはファウルになりました。さあ牽制、カウントそのまま、あっとスイングアウト、結局空振り三振に終わりました。さあ今のプレイもう一度見てみましょう。パンチ力と巧みさを兼ね備えた一本足打法は勝負強さも抜群。完全復活を目指す時代の主軸、木本邦幸。先ほど去年の成績が紹介されていましたが、2割3分9厘のアベレージ、そして打点の数も21となっています。最初は高めに持ってきました。ワンボールです。先頭バッターはフォアボール、その後三振を取っています。さあバッター木本、さあ2球目、まっすぐできました。これは厳しいコース、決まっています。さあワンアウトです。見送ってストライク、二塁はどうだ、タッチアウト、二投は失敗。さあ今のシーンです。次が4球目、フリーアウトチェン、最後は力のあるストレート、空を切らせました。1回の表裏終了、ファイターズ得点ありません。外野手戦争に名を挙げたメジャー仕込みのレフティーキラー、パンチ力あるバッティングでアベレージも期待、アダム。2回の表ホークスの攻撃、何から持ってくるか。その初球大きく外れました。さあワンボール、初回からの失点、苦しいスタートとなっています。2投目はアウトコース、ワンエンドワン。さあ宮本さん、この立ち上がりという点ではどうでしょうか。まあいきなり打たれましたからね、ちょっと心配ですね。ああですよね、序盤とはいえ苦しい立ち上がりとなりました。まっすぐが決まりました。さあカウント2エンドワン。さあ第4球、痛烈な当たり、打ち上げてセンターの打球、これは取れない、ワンバウンドヒット。さあヒットが出ました。辰川さん、今のはどうでしたか。まあ速い球でしたけど打たれましたよね。その渾身のストレート打たれてしまいました。 50m5 秒台の脚力を生かした軽快なディフェンスと走塁、シュアな打撃で売り出し中、次世代スピードスター本田雄一。得点差は3点、ホークスがリードしています。いきなり牽制、バッターの8番本田、何を投げてくるか。まず低めに持ってきました。ワンボールになりました。いきなりランナーを背負っています。次の2投目、送ります、抑えた、ファーストへ送りバント成功です。これでワンアウトになりました。
頭脳的リードで打者の弱点をつきながら抑え、明るい性格でチームを盛り上げる。先発マスクは若手に譲らない的場直樹。昨シーズンの成績出ていましたが、2割にも達していません。さあ1投目、初球を投げてストライク、149キロです。今日の1打席目になります。2投目は、あっと転がったが、この打球はどうか。さあヒットになる。さあワンアウトランナー三塁一塁、追加点のチャンスを作りました。そして打順は1番に戻ります。大村、そのバッターボックスとなります。これ下位打線が作ったチャンスですのでね、上位打線が応えないといけませんよね。はい、鋭い打球、初球捉えました。大きい大きい、入った、ホームラン、スリーランホームラン、初球を捉えました。右に打ち返した打球はあっという間にライトスタンドに飲み込まれました。2回の表ホームランを放ちました。早くも優位に試合を進めていきます。今ホームイン、6対0。今のはどうでしたでしょうか、塚さん。まあバッテリーあたりはね、もう少し配球を考えてね、配球してほしかったですね。はい、3点を追加、一気に6点差となりました。さあ今のプレイご覧いただきましょう。ファイター2番手ピッチャーを送ります。伊藤、まあ打たれましたから仕方ないでしょう。ワンアウトからの登板となります。ホークス打線に対してどんなピッチングをしてくるんでしょうか。クローザーにも抜擢された微妙に動く剛速球が戻ってきた。蘇った右腕、伊藤武史。次のバッターです。川崎、ボックスに入っています。この前の当たりは芯で捉えたんですが、ファーストゴロに終わっています。初球はどうか。その初球ボールになりました。ストライク狙ってきたんでしょうか。山口さん、はい、一塁側です。どうぞ。先ほどのホームランについて話を聞いてきました。打ったのはストレート、入ればラッキーと思って思いっきりスイングしましたということでした。山口さんどうぞ。一塁側のコメントを届けてくれました。さあ3球目はコーナーへ決めました。今のは思わず見送りました。バッター川崎、さあバッティングカウント、これもいい当たりだ。打ち上げて右中間へ。しかしこれはライトが追いつきます。これでアウトカウントが2つ。川崎、ライトへの飛球に終わりました。そして次の3番タン、バッターボックスです。これが2回目のバッターボックス。どこから攻めるか。変化しました。これはスタンドに入ってファールボール。でも危ないボールだったんですけどね。はい、今のバッター悔しいでしょう。これはボールです。ボールカウント1エンド1。タム、今日のゲームは1回出塁しています。この球はボールになります。ボールカウント1エンド2。初回の前の打席、先制のツーベースヒットを打っています。これはちょっと変化しました。ワンスリー。さあバッタータム、さあ5球目カットボールが決まります。さあフルカウント。さあフルカウント第6球。これも強烈な打球、あっと抜けた、抜けました。ここでヒットが出た。さあ今のバッティングなんですが、勝川さん、まあフォークボールをねうまく打ったと思いますけどね。ああですね。そしてヒットになった場面でした。これが2回目の打席、どう組み立ててくるか。外めのボールから来ました。この球は外しています。さあバッター松中、さあ2球目はインコース高めのストライク、ワンストライクワンボール。一つ前の打席は綺麗な当たりだったんですが、セカンドゴロに終わっています。今の打球はね素晴らしいと思いますけどね。インコース外れてワンツー、カウント1エンド2。なおもツーアウトです。さあバッターちょっと有利か、外れてボール。やっぱりボールが高くなってますね。はい、確かにボールが高くなっています。
2アウトランナー1塁です。次が5球目、これはファーボールです。このファーボールでランナー2塁1塁となります。さあ打順が移っていきます。ここもボックスに入りました。さあホークス、ファーストランナーはファーボールのランナーということになります。さあ1球目高め、まず内に入れてきました。自ら得点圏にランナーを進めています。今度は落としてきました。内へ2つ続きました。まだ2アウト変わりありません。3球目、あっと転がってしまった。サードへのゴロ、1塁へ送ります。1塁はアウトで3アウトチェンジになります。さあファイターズ、この後 DH から始まります。左右どちらの打席でもパワーでスタンドに叩き込む不動の主砲、パナマの怪力スイッチヒッターフェルナンド・セギノール。連続三振を奪っています。さあ初球はどうでしょう。最初から落としてきました。ノンストライクワンボール。まずは初回ランナーを出しましたが失点ゼロに抑えています。次の2球目、これはストレート、ボールの後もボール。先ほど去年の成績が紹介されていましたが2割9分5厘のアベレージ、そして打点数、ストレート落ちました。これはショートになります。1塁に送ります。1塁、これはアウトになります。次のショートゴロに終わりました。勝負強さが際立つ打撃、強肩が光るアグレッシブな守備、常に全力プレーでチームを鼓舞し続ける優勝請負人稲葉篤典。この試合初めての打席ということになります。どこから行くか。最初はストライク、ワンストライク。まずはワンアウトを取っています。2投目、この球は入りません。外へ2つ続けました。さあバッター稲葉、さあ3球目、バッター落ち着いています。ワンエンドツーになっています。ワンアウトになっています。バッティングカウントからの4球目、変化球内への球、これではバットが出ません。さあ何を見せるか。これは外れてボール。ボールカウント 2-3。 フルカウントからの6球目、まっすぐを打って打ち上げてライトです。取ってこれで2アウト。稲葉ライトフライに倒れました。メジャーで鳴らしたバットコントロールで日本野球に素早くアジャスト、攻守に頼もしい注目の助っ人アンディグリーン。ツーアウトになりました。初球はどうか。最初はスライダーできました。ボールカウントノーアウト。グリーン初回から見事なプレー、守備で見せました。2球目はどうでしょう。内へワンエンドワン、今のは反応できませんでした。ツーアウトランナーはありません。3球目はどうぞ。真ん中は打球は左、しかしこの打球はファウルボール。さあ次の4球目は、スリーアウトチェンジ。最後は空振りに仕留めました。2回の裏を終了、ファイターズ3人で攻撃を終了しています。
3回の表ホークスの攻撃。ホークスの先頭バッターブキャナンバッターボックスに入っています。攻撃中のホークス、先ほどのイニングは残塁が2、しかし3点を挙げています。最初のボール外れました。ノンストライクワンボール。今日2回目のバッターボックス、第2球はどういく。ストライク。ボールカウント1エンド1。初回の1打席目、空振りの三振に倒れています。三塁線わずかに左、ファールボール。さあ4投目、ガッといい当たり、打球はショートへ、取りました。一塁送球、これは一塁アウトです。宮本さん、今アウトを取ったわけですが、何のボールでしたか。多分ね、カットボールです。ああ、カットボールなんですか。そして次の7番、アダム、ボックスに入ります。今日は1回を投げて許したヒットが1本、失点なしの成績です。さあ1球目、初球ストレートできました。ボールにしてきました。得点差は6点、ホークスがリードしています。さあ次はどこへ行くか。ボールです。2ボールになりました。この回は先頭バッターを打ち取っています。これはまっすぐ、ちょっと予想外のコースでしたね。はい、バッター狙いが外れました。ワンアウトになりました。さあバッティングカウント、外、これはボール。ボールカウント1エンド3。さあバッターアダム、次が5球目、また外に持ってきました。今のは思わず見送りました。さあフルカウント第6球、これもいい当たりだ。サードへ突きません、抜けていきます。さあランナーがここで出ます。宮本さんにお聞きしますが、まあ打たれましたが、今のボールはカットボールじゃないですか。そうですか、カットボールですか。さあランナーは出ました。本田バッターボックスに入ります。何を投げてくるか。初球インコースから入りました。カウントワンストライクノーボールです。なおもワンアウトです。2投目、大きく変化しました。いいところへ決めてきます。様子を見ていった。3球で決まった。遊び球はありませんでした。ここは三振に取りました。しかし体力の面でちょっと気にかかります。ちょっと疲れてきましたね。はい、そして次のバッターを迎えます。的番、3回の表2アウトです。2アウトになっています。1投目、ふわっとヒヤッとしましたが、初球は手を出しません。ワンボールになりました。さあバッター的場、高めの球。さあカウントは1エンド1。今日は1回と3分の1を投げて許したヒットが2本、この回は1本ありました。次が3球目、これはカットボールでしょうか。これは釣り球、引っかかりません。的場、今日は1回塁に出ています。コーナーに決めてきました。ツーツーです。牽制、タッチしましたが一塁はセーフ。さあ5球目、ガーッと打ちました。これはセカンドの上、ちょっと引っ掛けましたけど変化球でしょうね。さあ今はちょっとタイミングが合わなかったんでしょうか。さあファイター、次の攻撃は下位打線からとなります。悔しさも寂しさもぐっとかみしめ、全てをこのバットで打ち返す坪井コールを背に受け、今復活の時、坪井友近。先ほど昨シーズンの成績が出ておりましたが、2割を切っています。最初の1球、まずは見送りました。さあ今日の第1打席です。さあ第2球、打っていった、
塁へ。一塁、これはアウトです。すごい。セカンドゴロに終わりました。自慢のバッティングに加え、課題のディフェンスもレベルアップ。攻守に投手をサポートするたくましき女房役、高橋慎二。昨年の数字が出ていましたが、2割5分1厘のアベル、そして本塁打の数6となっています。どこから行くか。初球コーナーをついてきました。このボールには手が出ません。バッターは8番高橋。さあ2球目、アウトコース、これは外れます。外へ2球持っていきました。この回はワンアウトになっています。3球目、落ちるボール打って左へ行った。ファウルです。ファウルになります。でもファウルで済んでよかったですよ。ええー、そうなんですね。さあ第4球、ストレートを持ってきました。今のはよく見ましたね。はい、でもおかしくないボールでした。次が5球目、落としてきました。結構外が多いですよね。はい、今日はアウトコースへの投球が目立ちます。ツースリーからの6球目、ストレートを打って取って一塁送球、アウト。ナイスフィールディング。今のはね、ファイトあるプレーしてくれましたね。はい、気持ちのいいプレーでした。高橋ショートゴロに倒れました。今のプレイをもう一度見てみましょうか。守備の達人として、つなぎの打撃の職人として、いぶし銀の攻守でチームを支援、クロート好みの円熟堅実プレーヤー金子誠。ツーアウトになりました。さあ初球です。初球見送っていきます。さあカウントはワンナッシング。このゲームの最初の打席になります。次の2球目、これは動けません。ツーナッシングです。さあ決め球を見せるか。になります。最初のヒット金子、センターへの打球はヒットになりました。これで打者一巡となります。森本、右のボックスに入りました。なおもツーアウトです。さあその初球は外のボール、ワンストライクノーボール。2アウトまでは簡単に行きました。しかしその後ヒットを打たれました。ストレート決まって2ナッシング。ストレートで2ストライク目を取りました。遊び球あるのか。低めのボール打って左へ、ファウルになりました。さあ次の4球では、わーっとバッター危ない。これは変化球。ちょっとボールがね、高いですね。はい、ここは高めのボールが来ています。さあ何を見せるか。今度は外に来ました。これはね、バッターよく我慢しましたよ。はい、確かに際どいボールでした。この6球目、あっと見逃し三振、スリーアウト。最後は変化球決めました。3回を終了、ファイターズ得点はなりませんでした。4回の表、ホークスの攻撃。この回はトップからの打順ということになります。大村、左のボックスです。トップバッター大村。さあ初球です。最初はフォークから入りました。バッテリー外してきます。今日は1回と3分の2を投げて打たれたヒット、あーっとこれはいい当たり。この当たりはライトへの打球、ライトの前ワンバウンドヒット。さあノーアウトのランナーが出ます。
ホームラン。ライトへのヒットが出ました。ここで打順は変わります。川崎ボックスに入っています。ノーアウトです。さあ1球目、高めから入りました。カウント1ストライクノーボールです。さあ3回目のバッターボックス、この球はどうでしょう。しかしこれはボールになります。カウント1エンド1。ヒットのランナーを許しています。さあ次の3球目、稲葉懸命に追いかけます。抜けた抜けました、右中間、打ったバッターは一塁を蹴った。ボールをつないでいく。さあファーストランナー一気にホームへ、ツーベースヒット。バックホームするファーストランナーがホームインしました。7対0追加点が入ります。これで7点差になりました。今の場面もう一度見ていただきます。変わります。タム、ボックスです。タム、ここまで2回塁に出ています。何を投げてくるか。できました。上がったがどうだ。森本前に突っ込む、取ってワンアウトになりました。田村センターフライに終わりました。そして次のバッターを迎えます。松中、左の打席です。さあ3回目の打席、第1球、初球から打った痛烈当たり、右中間、打球が上がった、あっとワンバウンドヒット。セカンドランナー一気にホームを狙う、修正に入る。さあセカンドランナーがホームインしました。タイムリーツーベースヒット。8対0さらなる点が入ります。ますます点差は開いていきます。さあリプレイでご覧いただきましょう。次のバッターとなります。国母、右のボックスに入っています。5番バッター、国母、何から持ってくるか。外目のボールから来ました。ボールカウント1ストライク。得点差は8点、ボックスがリードしています。変化球は入りません。これも外目に行きました。今日3回目のバッターボックスです。3球目はどうする。外のボール、3球とも外に持ってきました。札幌ドームから実況生中継で熱戦。これも痛烈な当たり、打球はレフトへ、どうだどうだ、そのまま飛び込んだ、ツーランホームラン、また放り込んだ。満員の札幌ドーム、あっという間にレフトスタンドに届きました。4回の表ホームランが出ています。この試合中盤ですでに勝利は見えたのか。今ホームインにしました。10対0。さあ勝田さん、今のは、まあ今の変化球であればね、打ち取るのは難しいと思いますよ。ですよね。2点を追加します。点差は大きく開きました。今のプレーをもう一度見てみましょうか。そして次は DH ブキャナ、右のボックスになります。4点をすでに与えています。まずどこに構えるか。初球わずかに外れてボール、ノンストライクワンボール。さあ3回目のバッターボックス。さあ2球目、変化球決まってワンエンドワン、ボールカウントワンエンドワン。この回ツーランホームランを許しています。さあ3球目、変化球で続けました。ここは追い込んでいます。さあ4球目、あっと空振り三振、ボール球を振って空振り三振です。ああもうスタミナの蓄えは全くないようです。リリーフの出番となるんでしょうか。これ以上引っ張るのもね、どうかと思いますけど。はい、ファイター、ここで3番手ピッチャーを出します。宮本打たれましたからね。ツーアウトを取ったところでマウンドへ上がります。ホークス打線をどう抑えてくるんでしょうか。
キレのあるストレートと制球確かなスライダーはすでに完成品。新人王も射程圏内だ。宮本健。下位打線に回ります。アダン打席に入っています。バッターの7番アダン、どこに入れてくるか。初球インコース、ワンストライクです。ツーアウトになっています。このボールは今度はストレート、2つ見送ってツーストライク。さあ次のサインは外れました。高めの球、2エンド1。次の4球目、変化球、これはインコース決まりません。ボールカウント2エンド2。次が5球目、あっと三振、スリーアウト、テイン、インコース見送って三振です。4回の表が終了。しかしホークス4点を追加、10対0リードを広げています。4回の裏、ファイターズの攻撃。ファイターズの先頭バッター田中健介、まずは出塁、チャンスを作っていきたいところです。第1球はどうか。田中健介、2番、初球から打った、いい当たり、しかしファウルになります。今のはね、ファウルになって助かりましたね。はいですね。2球目はどうでしょう。ストライクになります。これで追い込みました。追い込んだがボールになります。この球は外しています。さあ4球目、ストレート、取りました。ファーストへ送ります。一塁はアウト、余裕がありました。田中セカンドゴロに終わっています。次のバッターに変わります。木本、左の打席に入っています。今日のゲーム、打たれたヒットの数が1となっています。最初の1球は何か。初球は際どいところに来ました。ノーワンです。バッターの3番木本、2球目はどう攻める。ボールです。ノーツー。奪った三振の数が4となっています。さあ次の3球目、ぶわっと危ないボール、インコースへ外れています。ボールカウントノースリー。初回の最初の打席、スイングアウトの三振に倒れています。次の4球目、インコース、インコースときました。ワンスリーです。今日2度目のバッターボックスに入っています。さあ5球目、大きく落ちる球持ってきました。さあフルカウント、さあ2ストライクまで来た。変化球決まった。ちょっとバッター合いませんでしたよね。はい、緩急を使ったピッチングでした。さあ今のプレイ、もう一度見てみましょう。打順が移ります。セニノール、ボックスに入りました。2回の第1打席、ショートゴロに終わっています。さあ初球はどうでしょう。初球インコースから入りました。ワンストライク、ノーボール。先頭打者は内野ゴロ、その後三振を奪っています。さあ次はどこへ行くか。さあいい当たりだ、あっと落ちた、ワンバウンドヒット、
球種は、シュートですけどもね。ああ、シュートですね。さあ打順が変わります。稲葉左ボックスに入りました。第1球はどうか。最初のボールを決めました。ボールを操ってきます。2回の1打席目ライトフライに終わっています。またインコースに来ました。今度も落としてきました。今日は4回途中までを投げて許したヒットが、さあ打ち上げた打球は右へ。ファウルです。ファウルになります。さあ4投目コーナーを狙います。やっぱり外が多いですね。はい、確かに外への球が目立っています。次が5球目変化球打った。これはセカンドになります。取ってファーストはどうか。さあヒットが飛び出した。稲葉セカンドへの内野安打になりました。そして打順が変わります。グリーンランナーを返すバッティングとなるんでしょうか。バッターの6番グリーン最初の1球打った。ライン際はどうか。グリーン初回には素晴らしい守備を見せてくれました。2球目はどうか。あっと上がりません。チャンスを生かせませんでした。1塁に送ります。4回の裏を終了。ファイターズランナー2人残塁です。5回の表ホークスの攻撃。そしてこの回の先頭本田左のボックスに入っています。バッター本田第1球初球外してきました。バッテリー1球外してきました。5回の表ホークスの攻撃。2投目は外を1球2球と外へ行きました。ここまでのホークスヒットは12本そして2桁10点を入れています。一方のファイターズヒットが3本まだ得点がありません。ホークスがリードしています。コーナーへ切れました。外を続けています。さあ第4球この球は見ます。平行カウント2エンド2さあ何を見せるか。空振り三振。この回の先頭バッターから三振を取りました。そして次の9番的場右打席に入っています。ワンアウトランナーはありません。さあ初球まずは見送りました。ノーストライクワンボール。3回の2打席目セカンドフライに終わっています。さあどうでしょう。今度は緩いボールできました。ワンストライクワンボール。打者2人から連続の三振を奪っています。さあ3球目はどうか。低めのボール打った。左への打球取った。一塁送球的場サードゴロに終わりました。次のバッターはどうでしょうか。大村左のバッターボックスです。4回の3打席目3打席連続のヒットを放っています。まずどこに構えるか。初球ボールボールにしてきました。今日4回目のバッターボックスに入っています。さあ2球目しかしこれは決まりません。さあカウントはノーツー。今日は1回を投げて許したヒットはありません。失点はありません。さあ3球目変化球これは外れました。3つとも外れました。2アウトまでは良かったんですけどね。ああやはり次のバッターの前でランナーを増やしたくないと。はい2アウトになりました。次のボールはさあこれはいい当たり。この当たりはセンター打ち上げた。
またヒットになる。これで4打席連続。サイクルヒットにはスリーベースヒットだけ足りません。さあランナーが出ました。川崎打席に入りました。さあホークス、ツーアウトからヒットが出ています。どう組み立ててくるか。まず変化球を見せてきました。ワンストライク。この回ツーアウトまでは順調に来ました。しかし3人目にヒットを許しています。変化球、これは空振りです。今のね、低めで外れてますけどね。はい、ボール球でストライクカウントが入りました。次のボール注目しましょう。三振に切って取りました。さあ今のプレイご覧いただきましょう。5回の表が終了。ホークス0点で攻撃を終了しました。毎回ヒットは依然継続中です。ファイターズの攻撃。ファイターズのトップバッター坪井、5回の裏ノーアウトです。ここまでのファイターズ打ったヒットは3本、まだ無得点です。一方のホークス、ヒットが13本、10得点という内容です。ホークスがリードしています。その初球大きく外れました。ワンボールです。さあバッター坪井、次の2球目またストレートできました。枠をいっぱいに使ってきます。この試合フォアボールの数は1となっています。3球目はどうする。あっと、これはいい当たり。あっと、落としてしまった。ボールをつないでいく。これはファーストにエラーが記録されます。そして次の8番高橋、右の打席です。この前の打球はいい当たりだったんですが、ショートゴロに倒れています。いい打球が行ってましたけどね。初球は手を出しません。さあカウントはワンナッシング。ノーアウトです。次の第2球は低めの球、ストライク。カウント2ストライク、ノーボールです。一気に来るか。外への変化球、外れました。この球はボールになります。さあ4球目打って、上がった。今のはファウルになります。さあ2-1です。高め外れて2-2。さあカウント2-2。さあ6球目、スイングアウト三振。インコースを空振りの三振に切って取りました。もう一度振り返りましょう。一人倒れて次のバッターです。金子誠、右のボックスに入っています。ワンアウトランナー一塁です。まずどこに構えるか。最初は見ていきます。ボールカウントワンストライク。早くも奪った三振の数が6となっています。ここは緩いカーブでした。このカーブで追い込んでいます。ツーナッシングからの第3球。さあこれは入れたい。打ったバッターは二塁へ向かいます。ボールは中継のショートへ。さあ宮本さん、今打たれたのは何のボールでしょう。カーブですよね。ああカーブなんですね。さあ打順が変わります。森本、得点圏でのバッティングはどうでしょうか。今日打たれたヒットの数は4となっています。最初の1球は成田。初球スライダーできました。ストライク狙ってきたんでしょうか。依然ワンアウトです。次の2投目、直球で決めました。
今日は5回途中までを投げて許したヒットが4本、この回1本打たれています。さあ3球目打ちへ、ワンエンドツーになりました。これが3回目のバッターボックス。さあバッティングカウントどう攻めるか。決まりました、ツーツーです。次が5球目、横へ曲げてきました。まあゲッツー取りたいですからね。はい、ここはゲッツーを狙っています。これはどうだ、際どいが、ああフォアボールです。これで全ての塁上にランナーということになります。そして次の2番田中健介、この場面でのバッティングはどうでしょうか。なおもワンアウトです。さあ初球です。あっと打てました、高架所通りのゲッツーコース、一塁転送、これはダブルプレー、一塁アウトでスリーアウトチェンジ。さて試合はホークスリードの6回に入っています。札幌ドームは6回の表、ホークスの攻撃、この回クリーンアップから攻撃となります。タム、ボックスに入ります。ここまでのホークス、打ったヒットは13本、そして2桁10点を入れています。ホークスがリードしています。最初はインコースから来ました、ストライクゾーンをいっぱいに攻めていきます。タム、今日のゲーム2回出塁しています。さあどうでしょう。外、外れてボール、ワンエンドワンです。今日は1回と3分の1を投げて打たれたヒットが1本、失点なしのマウンドです。3球目、緩いボールできました、2ストライク1ボール。さあ4球目、これはボール、審判はボールを選択しました。本当に低めが多いですよね。はい、今日は低めの投球が目立っています。さあ5球目、変化球インコース、ちょっとヒヤーっとしましたね。はい、デッドボールにはなりませんでした。さあフルカウント第6球、ボールです。いきなりトップバッターを歩かせました。そして次の4番松中、左のボックスです。4番バッター松中、第1球はどうか。その初球ボールから入りました、バッテリー外してきます。今日のバッティング2打数1安打点は1の内容です。んボールです、カウントノーツー。松中、ここまで2回塁に出ています。3球目はどうする、外外ときました、ノースリー。今日は1打点がついています。次の4球目、これは手が出せないか、やっと審判の手が上がりました。いきなりランナー1塁としています。次が5球目、これは変化しました、2ストライク3ボール。さあ牽制、ツースリーまで来た、低いボールを打って打球は右、ファウルになりました。カウント変わりません。あっとスイングアウト、最後は空振りに仕留めました。さあ今のプレイご覧いただきましょう。そして次のバッターです、ここもボックスです。さあワンアウトです、どこから狙うか。最初はストライク、ワンナッシングです。
4回の第3打席、このゲーム2本目となるホームランを放っています。ストレートできました。でも力強いね、スイングしてますよね。はい、ここは大きな空振りになりました。様子を見ていった。これは外です。この球はボールになります。さあ4投目、高いボールを打ちました。左へ行った。二塁へ送ります。一塁転送間に合うか。ダブルプレー、一塁回せでスリーアウトチェンジ。さあリプレイでご覧いただきましょう。さあファイターズ、次の打順はクリーンナップから始まります。6回の裏、ファイターズの攻撃、打順はクリーンアップから始まります。木本ボックスに入りました。さあ3回目の打席、さあ1球目、外から攻めていきます。ここは外してきました。6回の裏、ファイターズの攻撃、さあ2球目、低めに外れてボール、2つボールが来ました。出したフォアボールの数は2となっています。3投目、これはいい当たりだ。しかしこれは惜しくもファウルです。この試合許したヒットの数が4となっています。さあバッターちょっと有利か。まっすぐ打ちました。左方向、一塁へ。一塁はアウトです。木本ショートゴロに終わっています。バッター DH フェニノー、バッターボックスです。これが3回目のバッターボックス。1投目はどうでしょう。まずは初球見送りました。ワンストライク。フェニノー、今日のゲームは1回出塁しています。次の2投目、外へ1球2球と変化球できました。まず先頭バッターを打ち取っています。次が3球目、低いところへ決めてきました。フォークで追い込んでいます。次が4球目、あっと痛烈な当たり、これはライトに上がっていい当たり。ツーエンドワン変わりません。これは低めに来ました。抵抗カウント2エンド2。さあどういった、強烈な当たり、これはファーストになります。ボールカウントは変わっていません。ストレートできました。フルカウントになっています。全2、3、鋭い当たり、セカンドの左、センター前に抜けた。今日2打席連続のヒット、ボールが返ってきたが、ツーベースヒット。次のセンターへヒットを打ちました。は出ました。稲葉、ランナーを返していけるでしょうか。今日の奪三振の数は6となっています。どこから狙うか。最初は変化球できました。ワンボールになりました。依然ワンアウトです。さあどうでしょう。アウトコースは入りません。2球目はこれは外れました。さあ3回目のバッターボックス、3投目、ストレートできました。このボールは見送るのが精一杯。
5番稲葉。さあバッティングカウント、さあ変化球、低めに慎重なピッチングですよね。はい、ここまでは低め中心に投げています。4回の2打席目セカンドへのヒットを記録しています。外角低めのストライク、これではバットが出せません。勝負に出る、打って内野の上を越えそうだ。さあセカンドランナー帰れるか、ワンバウンド、ワンバウンドした。さあヒットになる、ワンアウトランナー三塁一塁、チャンスとなりました。さあそして6番に回ります。グリーン、ランナーを返したいこの場面となりました。さあランナーは三塁一塁に変わっています。辰川さんにお聞きしますが、ファイターズはどうすればいいですか。やっぱり三塁に置いてますので犠牲フライでもいいですよね。はい、さあベンチからのサインはどう出されたんでしょうか。ええ、ここは見ていきます。さあワンボール、次のボールは丁寧にコーナーをつきます。今のは反応できませんでした。このピンチまたランナーを出しています。依然ワンアウト、外角低めのストライク、これはちょっと手が出ません。さあ第4球低め、これは外れた、ツーストライクツーボール。さあ何を見せるか、変化球三振、結局空振り三振に終わりました。今のプレーをもう一度見てみましょうか。ランナーを返していけるでしょうか。ツーアウトになっています。初球はどうか、初球から落としてきました。ボールカウントノーワン。7番バッター坪井。さあ第2球アウトコースへ決めました。これは見送っただけになりました。今日は6回途中までを投げて許したヒットが6本、あっといい当たり。でもね、バッターがミスして助かったんですよね。そうですよね、ここであの球は危険です。変化球は入りません。 2-2 です。さあ5球目三振、3アウトチェンジ、このピンチ三振で完璧に抑えました。際どいコース決まりました。さあホークス、この後 DH から始まります。ファイター3回目のピッチャー交代です。立山、ホークス打線に対してどんなピッチングをしてくるんでしょうか。ボールのキレと左右の揺さぶりが身上のサイドハンド、独特の沈むボールで打たせて取る投球術は健在、立山義則。7回の表ホークスの攻撃、ホークスのトップバッターブキャナン、右のボックスに入りました。今日の成績をご紹介しましょう。3打数ノーヒット、そして三振が2つとなっています。初球はどうでしょうか。まずは簡単にストライクが来ました。ワンナッシングです。攻撃中のホークス、先ほどの回は残塁が1、結局無得点に終わりました。さあ次のボールはストレート、ワンストライクワンボール。7回の表ホークスの攻撃、さあ3球目はどうか。これはバットが合いません。まあ見事に釣られましたよね。ここは空振りです。さあ4球目、うわっとバット危ない、ストレートを持ってきました。平行カウント2エンド2。さあ何を見せるか、これは外れます。フルカウント2-3。さあ2エンド3、ストレート打ちました。この打球はどうなる、
フェアです。レフト線に落ちた。ピッチャーの代わり腹を捉えた。では勝川さん、今のはどうでしょう。あのまっすぐであればね、打たれるのも時間の問題っていう感じですよね。その球を打ってヒットにしました。今日はヒット2本というバッティングです。ただまああと1本打ってね、猛打賞を打ちたいでしょうね。はい、まずはボールから入りました。ワンボールです。この回ヒットを打たれています。次の2投目、ここは見送ります。1球2球と続けてボールになりました。前の打席までの内容です。センター前ヒット、レフト前ヒット、そして三振、3打数2安打。この変化球は入りません。ノーストライク3ボール。アダン、今日のゲーム2回出塁しています。外へ持ってきました。ここはバッター見てきました。バッターの7番アダン、さあ5球目、ストレート、打球は左、ファウルです。ファウルになります。ストライクが2つにしている。ファーストランナースタートしました。そしてバッターは8番本田、ボックスに入っています。まあ他のスタメンが全員ねヒット打ってますのでね。はい、この打席もそれを狙いたいところでしょう。初球から際どいコースをついてきます。この球は入りません。点差変わらず10点差、ホークスがリードしています。打ちました。あっと最悪のコースに行ってしまった。一塁へ、セーフ。一塁はセーフ。ダブルプレイに逃れた。今のはね完全に足が勝ちましたね。さあワンヒットで追加点というチャンス。ホークスファーストにダイソーを送ります。南塁についています。そして打順が変わります。的場、7回表ワンアウトです。さあバッター的場、どこから行った。初球見送っていきます。ノーワンです。ワンアウトになっています。どこに構えるか。外角低めのストライク、平行カウント、ワンエンドワン。今日4度目のバッターボックス。さあ第3球、高めの変化球外れました。ワンストライクツーボール。5回の3打席目、サードゴロに終わっています。今度はまっすぐできました。ボールカウント2エンド2。次が5球目、変化球打って、これでアウトが2つ。的場、セカンドライナーに倒れました。そして次のバッターとなります大村、左のバッターボックスに入っています。バッターは1番大村、何を投げてくるか。初球外に来ました。カウントワンストライク、ノーボールです。さあここでスリーベースヒットが出るとサイクルヒットということになります。これもアウトコース、これも外目に行きました。4回の3打席目、4打席連続のヒットを放っています。外外と来ました。ボールカウントワンエンドツー。この回だけで20球を超えています。ライン際の打球はわずかに右、ファウルボールです。さあ5球目、三振、スリーアウトチェンジ。このピンチ三振に切って取りました。変化球三振に切って取りました。もう一度振り返りましょう。さあファイターズ、この後8番から始まります。ファイターズの攻撃返します。この回の先頭高橋、ミニバッターボックスに入ります。攻撃中のファイターズ、前の攻撃では2人残塁、そして得点には至りませんでした。最初の球は、最初は変化球持ってきました。ここは1球外します。ここまで許したヒットの数は6となっています。さあ次はどこへ行くか。1回行った、これはファウルグラウンドだ。
さあ取れるか。ファールになりました。5回の2打席目、空振りの三振に倒れています。次が3球目。これはストライク、2エンド1。次の4球目、見送ります。2ストライク、2ボール。次が5球目、あっと連続三振。最後は外、空振り三振です。そしてラストバッター、金子誠、ボックスに入りました。この試合すでに奪三振の数が9となっています。どう組み立ててくるか。まず最初のボールを決めていきました。ワンストライク、ノーボール。今日3回目のバッターボックスです。次の第2球、打たされました。打球は左へ。差し込まれたような感じですね。なるほど。そして凡退ということになりました。これでアウトカウントが2つ。金子、サードフライに終わりました。打順がトップに戻ってきます。森本、右打席に入っています。5回の第3打席、カーボールで出塁しています。どこから行くか。初球振りません。ボールにしてきました。今日の打席内容です。カーボール、三振、そしてカーボール、1打数ノーヒット。緩いカーブ決まりました。これは反応できませんでした。トップバッター、森本、3球目はどうする。ストレートできました。カウント1エンド2。今日のここまでは1打数でノーヒット、そしてフォアボールが2つあります。さあバッター有利だ。落ちるボール来ました。左方向、抑えた。1塁送球、1塁、これはアウトです。これで3アウトチェンジ。7回の表裏を終了。ファイターズ2回目の三者凡退に倒れています。8回の表、ホークスの攻撃、2番からの打順になります。川崎、8回の表ノーアウトです。このゲームの解説は達川光雄さん、宮本和智さん、お二人でお送りしています。初球はここは見ていきます。ワンナッシングです。今日ここまでは4打数1安打、そして打点が1あります。2球目はどうか。外、さあ2ナッシングとなりました。次の配球は これはスライダー、バッテリー外してきます。さあ第4球、そしてバッターは3番タム、右の打席です。ワンアウトランナーなし。どこに入れてくるか。まずは簡単にストライクが来ました。これはバッター動けません。続けて三振を取っています。さあ2球目は、この球は主審はボールと言いました。ワンエンドワンになりました。まず先頭バッターを三振に打ち取っています。さあ第3球、これは変化球でしょうか。ワンストライク、ツーボール。
依然として10点差、ホークスがリードしています。まあこれでね、大逆転なんかできるとね、これ盛り上がりますけどね。はい、しかしこの球はボール。やっぱりインコースに集まってますね。はい、ここまではインコースへの攻めのピッチングができています。ワンアウトになりました。さあ何を見せるか。引っ掛けた感じになりました。打球は左へ、ショートが抑えます。一塁へ送ります。一塁楽々アウトです。田村ショートゴロに倒れました。次のバッターです。松中、左のバッターボックスに入ります。今日のここまでは3打数1安打点は1の内容です。さあどこから来るか。あーっと打った。これはピッチャーの横、ショートが取ります。ファーストへ送ります。これは1塁アウトで3アウトチェンジです。さあファイター、この後2番から始まります。8回の裏、ファイターズの攻撃。ファイターズの先頭バッター田中健介、ここは塁に出てつなぎたいところ。ここまで7回を失点なしの内容です。さあ初球はどうでしょう。初球振りません、ワンボールです。田中健介、このゲームは塁に出られていません。2球目はどうでしょう。ストライク、ワイエンドワン。このゲームはここまで3打数でノーヒット、まだヒットは出ていません。さあ3球目はどうか。外、これはボール、ワンツー。この前の当たりは芯で捉えたんですが、セカンドへのダブルプレーに倒れています。バッティングカウントからの4球目、打ちに決まりました。2エンド2になっています。さあ5球目、外、外れてボール。外にボールが集まってきましたね。はい、アウトコースへのピッチングでした。フルカウントからの6球目、決まった、三振。これは入りました。次のバッターに変わります。木本、京都府出身。先ほどの打席はいい当たりだったんですが、ショートゴロに終わっています。今の打球はね、素晴らしいと思いますけどね。最初の1球、外めのボールから来ました。さあカウントはワンナッシング。木本、今日はまだ出塁はありません。次の2投目、外のボールが打っていった、右方向へ。今のは外に外れていたでしょうか。果たして3球勝負するのか。また外に持ってきました。3球とも外に来ました。次が4球目、空振りは2者連続三振。これが11個目の三振になりました。ホークス2番手ピッチャー投入です。上内、リードを大きく取っての登板となりました。しっかり抑えてくるんでしょうか。力感あふれるフォームから球速豊かなストレートに落差大きなカーブ、力と緩急で打者をねじ伏せる豪快サウスポー上内靖。そして次は DH フェニノール、バッターボックスです。この回まず2アウトを取っています。さあ内へ、最初は低めの球、これは見送っただけになりました。ツーアウトになりました。2球目はどうする。これはいい当たりだ。これはショートになります。ショート取った、一塁へ。一塁はアウトで3アウトチェンジになります。8回を終了、ファイターズ3回目の三者凡退に倒れています。
ホークスの攻撃、5番からの打順になります。小久保バッターボックスに入りました。5回の3打席目、サードへのダブルプレーに倒れています。どこから攻めるか。まずは初球ストライク、ボールカウントワンストライク。今日はツーホーマー、スタンドに届けています。今のはいいバッティングですよ。はい、さあ2球目。大きな当たり、大きな当たり、レフトへ大きな打球が上がっている。フェンスオーバー、ホームラン、綺麗に捉えた。小久保、札幌ドームに美しいアーチを放ちました。9回の表、ここでホームランが飛び出しました。もうこれで諦めたか、戦意喪失か。今ホームイン、11対0。さあ立川さん、今のバッティングはどうでしたか。これで満塁ホームランでも追いつけないという状況ですよね。手痛い一発ですね。はい、さあ今のシーンです。バッター DH ブキャナン、右の打席に入りました。ホークス、さあ追加点となるホームランが出ています。さあ第1球、低めのボール球打った。打球はライン際、切れるか。山口さん。はい。ホークス側です。どうぞ。今のホームランについて話を伺ってきました。打ったのはインコースのまっすぐ、しっかりとボールを叩けたので自分でも満足していますということでした。それでは放送席をお返しします。はい、ありがとうございました。スライダーを持ってきました。ツーナッシングです。遊び球あるのか。あっと高め、パウント、ツーエンドワン。次の4球目、今度もいい当たり、これはサードになります。さあ最終回、さらに追加点のチャンスとなった。二塁どうか、ツーベースヒット。今のはどうでしたでしょうか。今のはね、ちょっとおやーというボールでしたね。ですね。そしてヒットになりました。ピンチとなりましたが、さあスタミナの面ではどうなんでしょうか。ちょっと疲れもあるみたいですけどね。はい、ここで次のバッターに変わります。アダム、右のバッターボックスです。ホークス、ノーアウトからヒットのランナーが出ています。さあ1球目、初球ボール、ボールにしてきました。今日は2回を投げて許したヒットが3本、この回2本打たれています。これは入りません。さあカウントはノーツー。ここまで1点を与えています。ストレートで低い打球になりました。一塁送球、一塁、これはアウトです。あら、セカンドゴロに終わりました。チーム屈指の走力と盗塁技術で存在感を示す塁上のハンター、快速を生かした攻守を磨き、ブレイクなるか。稲峰誉れ、稲見、5年目のシーズンとなりました。さあ初球、あっとキャッチャーこぼしました。それからにサードランナーホームを狙った。サードランナー今ホームイン。さあこれはどうか。この場面でパスボール、ランナー帰りました。大量点差、ホークスがリードしています。これだけリードしてますとね、勢いがありますよね。はい、このボールは外角低めのストライク。さあ宮本さんにお聞きしましょう。今日のピッチングはどうでしょう。ちょっと苦しんでますね。そうですか。さあ修正して本来のピッチングとなるんでしょうか。ツーナッシングからの第3球、打って打球はファーストへ、取りました。ファーストへ一塁、これは十分間に合います。アウトです。南野、ファーストゴロに終わっています。そして次の9番的場、右の打席です。今日は2回と3分の2を投げて打たれたヒットが3本、失点は2となっています。まずどこに構えるか。まずはコーナーをついてきます。カウント1ストライク、ノーボールです。ツーアウトになっています。第2球、変化球持ってきました。さあカウントは1エンド1。さあバッター的場、さあ3球目はどうか。ここは見ます。1エンド2になっています。
的場、今日は1回塁に出ています。バッティングカウントになった。カーブを持ってきました。カウント1エンド3。今日5度目のバッターボックスに入っています。さあ何を見せるか。膝元へ決めてきました。低めが3つ続きました。さあフルカウントになった。外れてフォアボール。今日好調のバッターに回してしまいました。打順がトップに帰ってきます。大村左のボックスです。まあ今度こそねサイクルヒットいけるんじゃないですかね。はい、ここもおそらく狙っていることでしょう。まずはストライク、ワンナッシングです。7回の前の打席、スイングアウトの三振に倒れています。2投目は変化球できました。2球目も変化球でした。今日6回目のバッターボックスに入っています。またついている。これを拾って一塁送球、一塁、これは余裕でアウト。これでスリーアウトチェンジです。9回の表を終了。しかしホークス2点を追加、12対0、点差を開きました。ホークスなどの足の部飲み残しに分けて道具内のゴミ箱へ置いてください。最終回の攻撃、ファイターズのトップバッター稲葉、左打席に入っています。ここまでのファイターズヒットが6本、まだ得点がありません。ホークスがリードしています。最初の1球、まずは見送りました。ボールカウント1ストライク。これが4回目の打席。さあ次はどこへ行くか。まっすぐできました。カウント1エンド1。9回の裏、ファイターズの攻撃。さあ次の3球目、バッター見送りました。ワンエンド2になりました。さあ今日のバッティングなんですが、3打数の2安打。さあバッティングカウントどう攻める。これは強烈な当たり、ライトへ上がった。この打球は、さあ5球目、になる。稲葉ライトへのヒットを放ちました。さあ打順は6番となりました。グリーンバッターボックスです。ノーアウトランナー1塁です。初球はどうでしょうか。初球はストレートから入りました。ここは外してきました。グリーン初回から見事なプレー。ファーストランナーがスタートします。ここはヒットエンドラン。これはダブルプレーコース。注意の場面、あっという間にランナーがいなくなりました。今のストレートでしたけどね。なるほどね、バッテリーの思い通りということなんでしょう。そしてバッターは7番。すごい、ここでゲームセットとなってしまうんでしょうか。先頭バッターにヒット、その後はきっちり併殺を仕留めてランナーはありません。最後のバッターになるか。まずはボールから入りました。さあワンボール。今日4度目のバッターボックス、どう攻めるのか。それはカーブでしょうか。ワンエンドワンです。この前の打席なんですが、見逃しの三振に倒れています。3球目はどうする。今度はまっすぐ、ワンツー。今日の打席結果です。セカンドゴロ、エラーでの出塁、そして見逃し三振、3打数ノーヒット。これはスライダーで決めました。2エンド2になりました。これで終わるか。これは際どい、この誘いには乗りません。さあ、ツースリーになった。ストレート、右への打球になりました。
ファウルボール。カウント変わりません。あっと打った、フルマライン際、これもファウル。カウントはまだフルカウント。打った、これはセカンドになります。ファーストへ送ります。この試合は12対0ホークスの勝利となりました。投手リレーで完璧に抑えています。放送時間の方がそろそろなくなってきました。日本ハム対ソフトバンク、ご覧いただきました。今日のゲームの解説は立川光雄さん、宮本和智さんでお届けしました。今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。それでは皆さん、次回の放送